第2回戦はこちら、タバスココップ溢れたらダメゲーム。なんで冷めてんすかなんで冷めてんすか。ちょっとやっとやるでしょ。無理ですよ。え、やですよ。いやかもしんないけど、一応あんなシーンとされたらなんか俺も寂しくなるわ。でも一応対決だから、その対決は負けたことないメキシコのチャンピオンですから。メキシコでこんなルールあるんですかじゃあどんな対決か分かるんですか。いやちょっと説明してください。いや分かってないね。ちょっとタバスコをこれコップにどんどん入れていきます。それでここら辺で溢れそうだなと思ったらやめます。それで相手が次続いて入れて、交互に入れてって溢れた方が負けです。一滴ずつですか。まあ一滴でも入れば OK です。 OK です。はい、なので溢れた方が負けです。 OK です。じゃあ先攻後攻のじゃんけんから、はい、いきましょう。最初はグー。どうしたんすか。この時のルール知ってます。じゃんけんのルール。なんすか。普通のじゃんけんじゃないんですよ。何すんすか。僕に続いて、ま、僕に続いてじゃんけんしてください。一緒に真似してください。僕に続いてってなんすか。真似してください。はい、じゃんけんのタバスコ、せいせい堂々じゃんけんしましょう。お、負けたよ。いや、なんだっすかこれ。なんだっすか。負けたよ。後攻でいきます。はいはい、じゃあ先攻僕で。はい、お願いします。じゃあ、うわ、これ結構、何これ、そんな出ないタイプ。全然出ないですよ。最初もうガーッていくしかないですね。ちょっと出ちゃったんすけど。はい、じゃあ、え、もう飽きたんすか。長い。じゃあもうここ使わないけど、使わないからこれでいいっすね。もう、はい、これぐらいでいいでしょう。もうこっからようやく、こっからスタート。こっからスタートっすね。もうこれ結構出てきますね。垂れたら負けっすね。はい、ダメだ、もうダメだ。嘘、もうダメだ。いや、もういかねえ。全然なんなのこれ。水よりネバネバしてるからもっといけんじゃないですか。いや、もう行けないよ。危ないよ。よしよし、攻めたぞ。もう行ってよ。こんだけ攻めた人勝ちにしてよ、もうもう。マジか。これ行くんすかね。そうそう、慣れちゃってんのこれ。トントンってするから。これ。でも俺負け。じゃあ向こう、今のは向こうです。いや向こうでいいのも。でもこれ垂れない、大丈夫です。垂れるよ、もうだって。だってもう。あ、垂れた。垂れた。いや垂れた、ほら。かかったやつじゃない。じゃ垂れた、垂れた。かかったやつでしょ、絶対。はい、違います。お前許してくれますね。結構。なんでもありだな。割とチャンピオン許しますよ。すごいな。一生負けない気がしてきたな。これ結構いけますよ。さっき垂れた分があるから、結構垂らした分あるから。もう垂れてます。マジで垂れてます。これ。マジで垂れてます。こっち垂れてないよ。こっち垂れてないよ。こっちめっちゃ垂れてますよ。あ、いいですか。ちゃんと何でもありだな。もう何の対決か分かんなくなってきちゃってよ、これもう。はあ、ほら、あ、もうだって垂れてるもん。垂れてないですよ。垂れちゃってる。じゃあ誰だこれも。お前さん言ってください。お前さん言ってください。いや、もうな、誰やっても垂れちゃってるもん、これ。もう垂れてますよ、垂れてますよ、これ。垂れちゃってるもん。もうどっちやっても垂れちゃってるもん。でも俺は、俺はほら、垂れない。俺だって垂れない。お前さん言ってください。これ垂れない。お、垂れてます、垂れてます、ほら。ほんとに。ということで、お前さんの負けで、垂らしちゃいました。終わりってことで。まあ、美味しい、くださいよ。じゃあ、お前さん、お願いします。やったなぁ。まず表面のやつ、ちょっと、はい、倒します。そんなリアクション。お、絶対大げさ。絶対大げさ。大げさじゃないよ、俺。
はやめた方がいいかもしれないです。はあ。ああ、いって。乳首相撲のあの、洗濯バサミで唇切ったんでめっちゃ痛いです。はい。ああ。ああ。じゃあもう、ここは男で一気に飲んじゃいましょう。さっきやめといた方がいいって言ったじゃん、やっぱ。今行こうじゃんか。いっけーこれ。あと一口でいいんで、全部じゃなくていいんで。ああそれでは、第3回戦で終わりましょう。